鳩山由紀夫元総理大臣が中国が設立を主導した国際金融機関の AIIB アジアインフラ投資銀行の助言役に就任することが分かりました。アジアのインフラの整備の話に日本の技術力が協力するということは大変重要だと思っていますから、何らかのお手伝いができればと思っています。鳩山元総理が就任するのは、AIIB が新しく設置する助言機関、国際諮問委員会の委員です。鳩山氏は、AIIB が今月4日付で正式な要請の書類を送ったことを確認していて、届き次第就任を受諾するということです。中国メディアによりますと、アジア開発銀行元幹部のアメリカ人、ポール・スペルツ氏も助言役に就任する予定です。AIIB に加盟していない日本とアメリカから助言役を迎えるのは、両国の加盟を促すとともに、銀行の信用性を高める狙いがあるとみられます。